ああ、魔法師で居眠りしてたらトレインに見つかって宿題増やされた。あいつ、宿題を上乗せするために俺様たちを眠らせる魔法を使ってるに違いねえんだぞ。僕は眠らないように手首に輪ゴムをつけてるぞ。眠くなったら引っ張って弾く。そこまでするか。あ、ところでさ、確か今日ってボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディション結果発表日じゃなかったっけ。もうすぐ昼休みだってのに知らせが来ねえんだぞ。現段階で特に何もないなら落選したんじゃないのか。何が飛んできたの。鼻先スレスレを通り過ぎていったぞ。ん、やだって。まさか俺様たち死角から命を狙われてるんだぞ。誰だよ死角って。あ、や、ちょい待ち、この矢、手紙が盗んである。なんだと、果たしようか。お前何でも喧嘩に直結させんのやめろよ。どれどれ。ボーカル&ダンスチャンピオンシップオーディションにご参加いただきありがとうございました。厳正なる審査の結果、エーストラッポラ、デューススペード、長期2名を合格とさせていただきます。つきましては本日の放課後ポムフィオーレのボールルームにお越しください。え、合格。合格ってこと、僕たちが選抜メンバーに選ばれたってことだよな。それ以外あるかよ。よっしゃー、これで寮長の手伝いしなくて済む。あー、俺様はあんなにキレキレのパフォーマンスを見せたのに。あ、待って、まだ手紙に続きがある。追伸、オンボロ寮の監督生殿、お知らせがあるので放課後は上記2名と共にポムフィオーレまで来られたし。だって。とにかく放課後はみんなでポムフィオーレに行ってみよう。ふぬー、俺様のツナ缶4000個